中日打線、早くも3本目のホームランで最強打線完成した模様。なんでこんなのが転がってたんや。使い方の問題。石川細川のアベック砲や。いや、楽しいわ今日の試合。明日は大雨だわこりゃ。大谷がオールスター休みなのを良いことに、狭い神宮でセコセコホームラン数を稼ぐとか卑怯やな。これが外野フライになるかホームランになるかじゃ本当選手の意識変わると思うわ。バンドはせめてフェンスにライン引け。石川って20席の HR バッターみたいなスイングに見える。これでどこまでいけるからすごく興味ある。大谷を大きく引き離したな。バンテリン、決してホームランにさせないという意地やプライドはないのか。簡単に乗り越えさせてよいものか。やられまくっていたグリフィン、クノリに続いてサイスニードも打ち込めば爽快そのもの。絶好調石川、次の打席でもヒット打ったら今月の打率5割だぞ。ご視聴ありがとうございました。Thank you.